本長いのがいる。なんか長い前髪がちょろちょろおるんだよ。あ、ギフトありがとうございます。なんかそこがちょっとさ、最近さ、前髪ちょっとそのこのね、分け目変えた時用にね、ちょっと切ろうかなとか思ってるんだけど、ちょっと揃えようかなって思ってるんだけど、なんかさ、それで分け目戻した時があれだなと思って切れずにいる。揃えたいんです、長い髪がすごく出てくるから。こんばんは。夜配信のあと晴れたね。え、そう、めっちゃ晴れた、すごく晴れた。明日はね、晴れるみたいなので、普通に楽しみ。ギフトありがとうございます。ここが赤いわ、ちょっとニキビが。最近お肌の荒れ具合がね、ギフトありがとうございます。結局昼はネギトロ食べたの。あ、ネギトロ食べた。ネギトロと、なんかネギトロと、あと何かと、あの鮭のなんかその醤油麹につけたやつみたいなのをね、したんで食べたんですけど、なんかあと何かが全然思い出せなくて、今日はお化粧し、うん、今日はね、お化粧してない、すっぴん。まあ多少ちょっとなんかクマ隠すとか口紅塗るとかはしてるけど、それだけ、ほぼほぼ。そう、何かがわからない。ギフトありがとうございます。カッパ巻きだよ、そう、カッパ巻き思い出した、カッパ巻き食べた。ギフトありがとうございます。カッパ巻き食べたよ。なんでわかったの、すごいね。本当にカッパ巻き食べた。あの家ね、おばあちゃんがめちゃめちゃカッパ巻き好きで、カッパ巻きが家にあって、その何、6つ入ったやつみたいなやつが、切ったやつ6つ入ったやつみたいなのがあって、何食べようか迷って、そうで、本当はネギトロだから白いご飯で食べたかったんですけど、あのなくて、そういつも冷凍ご飯とかあったり、まあ、もしくは、まあ、炊いたりするんだけど、あ、ギフトありがとうございます。そう、なくって、炊くのもめんどくさいなと思って、でそこにあったカッパ巻きをばあちゃんの許可をいただいて食べたんです。でそれ食べて、なんかもうちょっとなんか物足りないなと思ったから、鮭の麹、あの醤油麹焼き麹をね、なんか焼いたやつみたい。ギフトありがとうございます。食べたんですよ、すごい、本当にカッパ巻きです。きゅうりもばあばの手作りなのかな。あ、全然全然、バーバーは市販のです。キュウリ、カッパ巻きは市販のです。カ
パパ向き何個食べたの？なんか切ったちっちゃいやつあるじゃないですか、このくらいのを6つ。そう、すごいちっちゃい、なんかこんな三角形のなんかに入ったやつ。フォローしました。ああ違う、ラブカーナさんじゃん。パズルは固まりましたよ。そう、固まったんで、そう、割とすごい固まるの早くて、あのもう額入れました。あちらにというか、もう今お姉ちゃんの部屋にね置いてあります。床にあんまり置きたくなかったので。それでどこ飾ろうか考えようかなと思って。ギフトありがとうございます。こんばんは。そう、飾る場所まだ決まってないです。リビングなのか、はたまたここの部屋なのか、まあどっちかなんですけど、そう、決めてない。どうしよう。ね、どうしようかな。あ、ギフトありがとうございます。急にピースしちゃう系女子。今から何するん？あ、全然何も考えてないです今日は。そう、何をしようとかは考えてないです。まあ別にいつも企画ものやってるわけではないので、まあのんびりお話なのかドボンなのか。今からできること、あ、荒野行動とかなのかくらいかな、ここでできるのは。よいしょ。ギフトありがとうございます。こんばんは。こんばんは。なんか何話したらいいだろう、でも。そう、何話そうかな。今日別に特に何もなかったんだよな。いつの日の詳細はまだ聞かされてない？あ、もう全然聞かされてないです。そう、全然。ちょっと待ってね、ここにね、ここになんか変な、
思い出してみよう。何かあるよ。いや本当に何もない。何してたっけっていうくらい何もしてない気がする。今日一日あったことを思い出してみて。いや本当にね、今日本当に何もしてないんですよ。まあお昼にちょっとお仕事してくらい。うん、あとはもうお風呂入って髪の毛揃えるふりしてデコ出しの準備。なんか別にさいいんだけどさ。やばくない？なんか待って、おでこ広くなった？今ちょっと自分おでこ広くなったんじゃないか疑惑が出てる。やだやだ。今びっくりしたんだけど、前髪上げてみて、光ってこんなおでこ広かったっけ。測ってみ。ここにねメジャーがあるんですよ。待って、変な話だけどね、おでこ測ってみって。どう、ここからだよね。ここからこの辺りから、いや5センチ6センチもないよ。でここからでしょ、ここからゼロを合わせて0合わせて、ほら6センチもない。5センチちょい。あ、よかった。しか昔7センチだったんですよ。縮まってるよ、ちゃんと。よかった、生えてきてるのかな髪の毛が。びっくりしちゃった今。え、でもそう、すっごいね広く見えたよ今。眉毛上がったかな。なんか眉毛上がるのもなんか上がるもんなのかなっていうのはあるけど、上がったのかもしれない。メール2通届いた。そう、2通送った。しかね、本当に髪の毛がちょっと少ないっていうか細いので、将来的にちょっと薄くなるんじゃないかって思って、最近ちょっと考え始めた。それめっちゃ薄いんです。薄いっていうか、なんか細いってよく言われるんですよ。一本一本がめちゃめちゃ毛が細くて、私だからなんか髪の毛のブリーチしたら絶対髪の毛切れるよって言われるくらい、そう、細いから薄く見えるし、みたいなね。近い将来、違う、将来的にね。あれ、近い将来って言った？そう、将来的に柔らかそうね。あ、そう、柔らかいとも言われます。だからお母ちゃんもちょっと結びにくいって言われました。そう、お母ちゃん、あの髪長かった時結構いじってもらってたじゃないですか。いろいろやってもらってたんですけど、なんか髪の毛アップにする時とかもうサラサラすぎてまとまんなくって、もうがっつりもうこってこてに整髪料つけてもらってやってましたね。そう、まとまんないらしい、ヒカの髪の毛は。なんか嬉しいことなのか、なんか嬉しくないことなのか、すごく微妙なんですけど、いつもどうなんだろうと思って。ギフトありがとうございます。
んばんは、ゴワゴワよりはどうなんだろうね、わかんない。まあいいのかな、結局鳴ってみないとわかんないからね。そう、ヒカはちょっともう少し太くてもよかったかなって思ってる。嫌いではないんですこの髪ね、むしろ好きなんですけど、もうちょっと太くてもよかったかな、それだったらブリーチがっつりできたかなとかね。そう、ブリーチしたら絶対切れるって言われた。まあいつかはするんだけどいつかはするんだけれども、結んだ草もつきにくいでしょ。いや、そんなことない、それは結構がっつりつくね。あのこことかね、すごい癖つきやすいです、ここ後ろ。なんかもともとなんかそういうそういうタッチ、そういう性質、そういう体質みたいで、髪質かな、髪質違うな、なんかまあそういう癖があるみたいで、割とうねります、後ろだけだけど。こっちはね、少しだけ前向くくらい毛が、こっちはもう何もいじらなくても割とこの感じでいけるっていう。そう、ももみたいな色にするから、絶対1回は絶対ブリッジしなきゃいけないんです。2回くらいは必要なのかな、なんなら3回くらいしなきゃいけないのかもしれない。そう、割とね癖はつきます。一回髪の毛剃ったら髪の質変わるらしいよ。ああ、みたいね。なんか毛とかそう言いますよね。いや、でも剃らないからねあ、うん、じゃあ剃ろうとはならないからねブリーチが俺の髪の最後だった、悲しい、寂しいよ、なんか切ない感じが出てる。パーマはね、なんかどう当てたらいいのかわかんないし、うん、する予定はないかな。とりあえず今はこのまま伸ばしてなのか、まあボブになったら着るのかわかんないけど、まあこんな感じでね。そう、なんかでもな、なんか伸ばすにしてもさ、髪の毛の量も すごく少ないので、なんかね、しかもなんか髪の長さによってさ、髪の毛染めるのにもお金が違うじゃないですか。そう、やっぱりなんか髪の毛長いとね大変だし、もう一回なんか茶色で伸ばしてみたいなっていう気持ちあるんだよね、正直。茶色で少し、まあ胸あたりまでくらいでも伸ばしてみたいなっていう気持ちはちょっとだけあって。そう、前はね、あの黒だったので。ギフトありがとうございます。他に違う、そう、値段がちょっと違うって聞いた。やっぱり長いと2倍じゃないですか、髪の量が、もはや。そう、だから茶色ロング見てみたいね。ひかもちょっと興味はある自分のことなんですけど、まあ興味はある。うん、けどなんかその伸ばしかけが一番めんどくさいんですよ。ちょっとうざいなって思うくらいの、そうになってくるんで、どうしようかなって感じ。うん、そう、
なんか別に伸ばしてるわけじゃないけど、伸ばしてたわけじゃないけど、そのやっぱりコロナ禍であんまり美容院に行けなくてみたいな時があったんですよ。そう、あんまり外出なくてみたいな。その時ね結構伸びたんです。割と胸よりちょっと上くらいかな、まあ伸びたんですけど、まあちょっとうざいなって思ったそう、髪の毛洗うのもこっちの方が全然楽だし、そう、この楽さを知るとね、なかなか戻りづらい。そう、ちょっと伸びると切ろうってなる。そう、だからしかね、今回がっつり切っちゃったし、エクステもね、なんか大変って言うじゃないですか、お手入れが。なんかなかなか乾かないとか聞いたから、あんまりやりたくないなっていう。長いと髪乾かすの大変なんです。まあ髭ね薄いから、そんななんかまあめちゃめちゃ他の人より時間かかるみたいなことはないんですけど、まあなんかね、めんどくさいよねそう、だからまあどうなんだろうって感じ。伸ばしたい気持ちはあるけれど、なんかきっと伸ばしたら伸ばしたら違和感が出るんだろうな、写真見た時に。あれ長いぞ。去年の G8 の時はショートで黒だったよね。去年の G8、あーでも確かにその頃は黒でしたね。黒のちょっとショートというか、まあボブというか短めの。そういうのはね、やっぱり茶色くらいが気に入ってるので、自分のお顔というか、まあ垢抜けるっていう感じのは、まあ茶色の方がいいのかなっていう。髪の長さで夏の暑さとかも違う。あーどうだろう、なんかもう忘れちゃったけど、でも確かにこもっちゃうんじゃないかな、熱が。そう、こもっちゃいそう、このあたり。どんな光るんでも好きだからありがとう。あ、ゲストありがとうございます。うん、今は茶色が好きです、私は。そう、染めるのめんどくさくなったら黒にするんだろうけど、そう、今のところはね茶色でいきたい。茶色か、まあもうちょっと明るめのな、そうにするか、まあ、髪色黒じゃない色でいきたい。もちろんね、お手入れとかなんかもう割と大変なので、そう、髪の毛染めてからはね、やっぱりお手入れというか、ちょっと髪の毛がなぎしっとするなとか、やっぱりねちょっと黒いところ出てきたら染め直し行かなきゃみたいなね、そうこともあるんで、まあ、大変っちゃ大変なんですけど、こっちも。そう、でもなんかこっちの自分の方が好き。そうって思ってる。今の壁車くらいに戻すとどのくらいかかるの？髪の長さ的に？髪の長さ的にだったらどうだろうね、 2,3 ヶ月あったら戻りそう。髪色だったらまあすぐ戻るっちゃ戻りますけど、黒染めするだけなんで。長さ的に言ったらまあ日が結構なんか髪の毛伸びるの早いんで、まあ 2,3 ヶ月もしくはまあ 3,4 ヶ月くらいで戻っちゃうんじゃないかなって勝手に思ってる。だからその伸びるのも早いから、ちょっと今回バッサリ切ろうと思って切ったので、うん、そうね、今の壁車比が嫌いじゃないよ、自分のは。あれしよ、ショールームのあれだよね、指針だよね。そう、割と早いです、本当に伸びるの早くて。
だからまあ困る面もあります。なんか前髪とかしょっちゅう切らないと目にすごいかかってくるし、うん、やっぱり伸びるの早いとね、染め直しも早く行かなきゃいけないし、なんかみんなどのくらいのペースで伸びてるのかわかんないけど、比較早いんじゃないかなって思ってる。でも結構長いね、こうやって見ると。あ、髪色に合わせた。あ、そう、今はねほぼほぼメイクしてないんで眉毛の色が黒いだけです。ありがとう言ってくれて。そう、いつもはねメイクした時は茶色です。ちゃんと本当はね、なんか眉毛とかも脱色したらいいんだろうけど、なんかわかんないので、そういう系今のところこのままでいます。で、そのメイクするとかちょっと外出るっていう時はまあ眉マスカラでね茶色にします。なんかやっぱりまあなんかこの、眉毛黒でショールームしといてこれ言うのもあれですけど、やっぱり眉毛浮いちゃうんですよね、黒だと。すごくそう浮いちゃうので、髪切るのと染めるのは別なんだ。いや、一応セットでしてもらってます。うん、いつもいつもって言っても数回ですけど、まだ髪染めに行ってそうそうね、髪色変えるときにちょっと髪の毛切ってもらうなら切ってもらう、ちょっと整えてもらうくらいなら整えてもらうでやってもらってますね。こんばんは。まあでも多分別々でもできます。あの、もともとはすごい日か髪切るだけで行ってたので、うん、そう、それが最近ね、ちょっとすいません色もお願いしますっていうことでねこんばんは。かゆい、目が痒くなった。治った。うんね、そう、この前はこの前っていうのは一番初めに美容院で染めてもらった時は確か整えてもらうだけだったんです。髪の毛ちょっと毛先これから少しだけ本当に少しだけ伸ばすので、あの毛先揃えてくださいっていうのをお願いして、そう、確かその時そのショートのまま伸ばしてたんで後ろだけ異様に長かったんです。そう、そのまま伸ばしたらちょっと後ろだけちょっと長いんで、あのボブになる感じですごい揃えてくださいって、そう、整えてもらって、で最近一回行ったのはもうがっつりでこのこれで髪の毛切ってもらってっていう。染めるのは2ヶ月に1回、期間どのくらいだろう。でも確かに2ヶ月に1回くらいなのかな、ペース的には。しかも、うん、こういうの時は髪が短い方がいろいろと楽なん。いや別に楽さはそんな変わんないです。あ、まあ確かに着替える時に髪の毛がなんかね顔にかからないとか、踊ってる時にあんまり顔にかからないとかは多少ありますけど、どっちかって言ったらなんかアレンジがあんまりできないなとかの方がありますね。そう、でもヒカは正直なんか長いより短い方が自分は好きだったので、最近なんかは特に好きなのでこのままですけど、そうね、他の人に髪が当たったりっていうのもあります。髪の毛長いと特にこうやって振り返った瞬間にバサッて当たってみたいなことはありますね。うん、そう、ポニーテールとか高めのツインとかしてる子とかは特に。そう、でもヒカはそんな言うほど変わんないかな。しいて言うなら本当に髪の毛のアレンジが少なくなったよくらい。なんかどっちかといったらマイナスに働いてるっていう感じ。
そう、こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。当たったら痛いんでしょう。ヒカ当たったことないからわかんないけど、痛いんじゃないですか。やっぱりそれなりにみんな全力で、それなりにというか全力で踊ってますし、まあ振り向くとき思いっきり全力で振り向くみたいな、なんだろう、思い、なんだろうそうだ、なんか振り向くのに全力があるわけ、あるかはわかんないけど、そう、まあでもね、やっぱりみんな全力で公演やってますし、当たったらそれなりに痛いと思います。勢いがあるから。昼夜で髪型変えるの大変だね。そうですね、いつもだから迷ってました。うん、なんか1回目ですごい変わった髪の毛とかめちゃめちゃ上げちゃうっていうことをすると、次の時に下ろせなくなっちゃったり、あんまり、そう、やっぱりヘアメイクさんの手間もありますし、やっぱり癖がついちゃったりっていうこともあるから、なんかいつも迷ってましたね。なんならひかね、衣装さんにか聞いてた今日何したらいいですかねってそうで、それあで、あ、これいいんじゃないって言われたのを、そのまま、あ、じゃあそれにしますってそう言ってやってたね。ひか本当になんか何したらいいか分かんなくて、まあ、考えてもいましたけど、結局なんか同じのになっちゃったりして、そう、一時期本当にすごい頼ってました衣装さんに。何がいいですかね。ギフトありがとうございます。今ならアレンジしなくても髪型かぶるメンバーいない。いや、割となんかあやねちゃんとかとちょっとかぶっちゃうらしい。うん、まあ、背丈はちょ体型は違いますけど、背丈はちょっと似てるので、あとボブなので、普通に多分こうやってやってたら、こうやってねやってたら少し似てるのかもしれない、遠目で見てたらね。そう、まあ髪の色は今違いますけど、遠目で見てたらちょっと分かんないかもね。ああ、長い髪が出てきた。木下桃花さんばりに個性出せば。いや別になんか、いや、すごい木下桃花さんは似合っててすごく素敵だなとは思ってたんですけど、そう、ヒカは多分そんな個性出したら多分ね、ヒカルンどうした急にヒカルン大丈夫どうしたってなるんだろうなって思ってる。うん、後ろ姿で誰かに間違えられた時とかある？ね、髪の毛黒かった時はひゆかちゃんかな。ひゆかちゃんで、あやねちゃんはありますね。なんかなんならお母ちゃんとかにもたまに間違えられるって、そんなにか見てた時に、そう、あやねちゃんだと思っ、あやねちゃん、ん、違う、ひかだと思ってたらあやねちゃんだったって言われてうん、かな。まあその二人みたいに私そんな細くないんで、頭のね、頭とか髪型見ただけなんですけど、そう、ママル間違えてましたそう、茨城あたりですね。そう、茨城の時かな、そのあたりのもう時は髪の毛がもう色が似てたのかな、ちょっと、そう、間違えちゃったって言われた。ずっと見てたのがあやねちゃんだったって初めの方言われて、あ、間違えるんだと思って。そう、まあ似てたのかね。
まあ、今はね多分髪色変わったんで、あやねちゃん間違いないと思うけど、そう、まあなんかその見る角度とか場所によって違うんですよ。そうでしょ、舞台がちょっと遠かったらステージとか遠いと分かる気がするでしょ。そうなんです、そんなもんですこんばんはにー、ワニ、こんばんは。そう、遠目だったのですごい見てたのが、まあ仕方ないなと思って。こんばんは。いや、待って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 、ちょっと待って。あー、ピカチュウが汚れた。洗ってもらおうごめん急に、ギフトありがとうございます。ヒカの敷布団のカバーのピカチュウが汚れた。ピカがなんか黒い。洗ってもらおう。今日出しとこう。今日は多分もう洗えないから。何ついたんだろうね、なんか黒かった。ピカがピカチュウ、愛しのピカチュウが、ガルボじゃないです。ガルボここで食べてないから。なんだろう、そんななんか汚した覚えないんだけど、なんかついてる、ピカチュウピカチュウ洗ってもらおう。ピカチュウなんでデコチュウ急に、ピカチュウが、私の愛しのピカチュウが悲しみ。自分では洗わない自分では洗わない。それか本当に洗濯わかんないんですよ。家の洗濯に関してはおばあちゃんとお母ちゃんが全部やってくれるので。ギフトありがとうございます。洗濯は本当にわかんない。料理とか、まあお掃除もまあお料理はわかるんです。お洗濯は本当にわかんないんです。そう、洗濯機が全部やってくれるって言うじゃん。そう、スイッチ押すだけやんって言うじゃん。わかんないんです。なんかね、授業でさ、なんかやるじゃん、そのなんか洗濯マークがどうとかこうとかとか家庭科でさやるじゃん。もう何も覚えてないし、なんかどこに洗剤入れるのかも微妙だし、柔軟剤って何っていうのも思ってる正直。そう、洗剤の分量とか全然分かってない。もうまあいずれなんか一人暮らしするってなった時には覚えるんだろうなって感じで、そう生きてるそう、柔軟剤って結局あれ何するやつなの？
何、匂いつけるもの？に柔軟剤ってさ、すごいいい匂いするって言うじゃん。カルノイは液体洗剤、液体洗剤ですね。あ、柔らかくすんのあれ。あ、そうなんだ。あんまり気にしたことなかったな気にしたことなかったな。なんか香りだけかと思った香りもん。覚えます、きっと一人暮らししたら覚えるから、それまでね、許して、それまでは許してそうするってなったらきっと覚えるから。でも言うてもね、ホテルで洗濯機は一応使ってますよ。なんかもう説明書通りにね、説明に書いてある通りなんかするだけだけど、合ってるのか微妙なんだけど、そうそう、まあ なんかこうかなーみたいな、ピッピッピッってピッピッピッってなんか適当にしてやってるそう、一応ね手洗いとかもしたことあります、ホテルではね。うん、汚れちゃったから、そうならできるやん。いや、家のって説明書書いてないもん、説明ないんだもん説明ないんだもん。そう、なんか一個一個なんか説明書出しといてくれたらできるよ。そう、なんかコインランドリーとかだと、その自分で自動で洗剤入るので洗剤はいりませんよとかさ、あるじゃん。そういうのじゃないとダメ。家族の服と洗濯物一緒に洗っても大丈夫？うん、大丈夫。逆に何か問題ある？嫌だ？お年、そういうお年頃ってことかな。服は気にしたことないね。お兄ちゃんのとかでも全然みんな一緒。カルン取説読まなそう。あー、なんかとりあえず重要そうなところだけ読んで進めちゃうタイプそう、ちゃんと服のタグ見て洗い方変えてるよね。あ、レッスン着は変えてないですレッスン着は変えてないんで、そのままなんか全部パーンって突っ込んじゃう。そう、パーンって突っ込んじゃって、なんか説明書通りに、説明通りにスイッチをしてスタート、イエーイみたいな感じ。みっちゃんの靴下一緒に洗っといたとか、うん、あんまり持ったことないな。まあ臭いとかはもちろんありますよ、そりゃ頑張って仕事してますから。お兄ちゃんもそう、触りたくないのとかありますよありますよ。でも別に一緒に洗濯するのはさ、だって綺麗にしてくれるんだから別によくない。うん、料理のレシピはちゃんと読むのに。そうね、料理のレシピはちゃんと見ます。カルン、アイロンはできる？アイロンはできる、ついこの前ね、ちょっとやった。そう、ちょっとあるものを作ってて、あるものもでもなんでもないけど別に、そう、作っててアイロンが必要だったので。こんばんは。やっぱりそういうお年頃ってあるんだね。一緒に洗濯しないで、パパのと一緒に洗濯しないでっていうことあります、ありました、ありました、みんな、みんなありましたって。パパではないかパパではないな、男性の方いらっしゃいますもんね。女性の方いらっしゃい、ありました、そういうこと。ないよね。ひかも別にだった。
か全く気にしなかったし、しかもされる方やからって悲しいな。しかもなんか洗濯してもらっといて、お母ちゃんとかおばあちゃんに洗濯してもらっといて、そんなわがまま言えないよねっていう。そう、ヒカはもう本当にやり方もわかんないし、さっき言った通りね、本当にやり方もわかんないし、洗っといてほしいものはごめんね、洗っといてお願いって言ってポンって渡しちゃうので、うん、なんか文句は言えないかなっていうのはあるよねそう、文句は言えないわ。干すのもできない。あ、干すのはねできるよ、やったことある。そう、お母ちゃんがちょっと干すのできなくて、干しといてって言われて、そう、サンルームとかにパンパンってちょっとねして、こうやってねちょっとシワ伸ばして、そう、ハンガーにかけるなのか、まあなんかね、なんかになんかピッてやるのかそう、それはできます。洗濯物畳むお手伝いとかは、あー、してないね最近は。昔はね結構やったんですけど、最近は全くしてないです。てかなんかね、昔ほどね洗濯物がそんなに多くはなくなった。ん？多く？なくなった。うん、なんか昔なんかもう本当にもうなんか毎日学校行ってとか、そうとかもあって、本当にもう体操服洗って、なんかエプロン洗ってとか、なんかいろいろねやってたから、もう大量で、だからもう手伝ってって言われて、そう畳むことはあったけど、最近そんなね、なんかめちゃめちゃ洗濯も多くてやばくてもう無理みたいなことがないっぽいので、わかんないけどそう、ないと思ってるんで私はやってないですね。なんかね、ひかがやってるお手伝いは料理くらい、そのお兄ちゃんの弁当を作るだとか、まあ少し洗い物するとか、あとはまあその時言われたものをちょっとするとかくらいかな。うん、まあなんかもう料理に関してはなんかお手伝いなんか頼まれたとかではなくて、本当にひかがやりたいから、なんか逆にお母ちゃんにやらせてもらってるとかに、ごめんねちょっとやらせてみたいな、私にやらせてくださいすいませんくらいの本当に感じ。そう、お母ちゃんもね、なんか全然なんか朝起きるの大変だったら全然大丈夫だよってそう言ってくれるんだけど、すいません私がやりたいんでやります、すいませんっていう感じで、掃除もね頼まれたらたまにやります頼まれたらたまに。そう、料理に関してはもはやちょっとお手伝いではない、私がやりたいからやるみたいな。洗い物するの、あ、します、します。まあ、もちろんちょっとしない時もありますありますけど、大体お弁当でそのお兄ちゃんの弁当作るのに使ったものとか、ひかがその料理をしたくて使ったものは洗ったりはしますね。動物いるとそれが大変そう。いや、そんなことない、全然なんか毛抜けないんで、あの子たち、そう、基本的に毛が抜けない子たちなので、そう全然なんか昔とあんまり変わんない。料理はレパートリー増えたでしょ。レパートリー、まあそうね、なんかラフな、なんかもう名前のないような料理を作ることが増えましたね。そう、名前のない、なんか手軽にできるものとかは本当に増えましたね。そう、マヨネーズで炒めて塩コショウとか、もう全然そういうので全然美味しかったりするし、まあ照り焼きだとか、そう、なんかやっぱり食材とかちょっとだけ調味料変えるだけで味って結構変わるものなの変わるものなので、そう
ちゃんの清掃掃除は大変そう。あ、コリちゃんはね、もう私のなんか担当ですね。コリちゃんはほぼほぼ全てお掃除に関しては、そう、なんか掃除の仕方とか、その機械の中に入ってるそのお水をねきれいにするやつはまあいろいろなんか入れたりしてるんですけど、そういうの全部把握してるのはヒカだけなので、そう、ヒカが水槽、まあお母ちゃんもいたんですけど、まあ水槽のをほぼほぼ選んで、なんかフィルターだとかは、フィルターだ、なんかその暖房が必要だとかは全部ヒカがやってるので、桃梅ちゃんはほぼほぼお母ちゃん、いやほぼほぼってことはない、ご飯、いやでもお母ちゃんだなほぼほぼお母ちゃんだな、すいません、いつもありがとうございますそうでもこりちゃんは私がやってますね。そう、ちょっとこれから梅雨入るんで、ちょっと梅雨入る前にね、もう一回掃除したいなって、こりちゃんの水槽。そう、ヒカは本当にお散歩行く係だったり、ボールとかで遊んであげる係なので、私はそう、ヒカ誰よりも桃梅と遊んでる自信がある、ボールとかでね。お散歩も誰よりもとは言わないけど、まあ行ってる自信はある、行ってる、晴れてる時に。そう、お散歩はね、ヒカとお兄ちゃん、まあどっちかですね。うん、水槽はどのくらいのペースで洗うの？まあ週1くらいですね。あとはなんかでも変えすぎるのもやっぱりコリちゃんの環境が変わって良くないので、まあ早い時は週1でも、その水槽の中の様子とかフィルターの様子とかを見つつ、まあ2週間に1回だったりとか結構変わりますね。うん、そう、やっぱりコリちゃんのご飯の食べなさ具合とかにもよって、やっぱり水がちょっと汚れちゃってるなとかは本当に結構変わるので、雨の時はカッパ着せる？あ、着せない。雨の時は基本的に散歩行かないです。晴れてる時だけですね。そう、なんか毎日散歩しなきゃいけない子たちではないので。こんばんは。繊細なのね。そうだね、なんか水の温度とかにもよって結構こりちゃん変わるので。そうだから、なんか冬場ちょっと水温がねすぐ下がっちゃうので、暖房をね買ったりいろいろやってますね。最近はフィルターを買いました。中のフィルターがもうなんか汚れちゃって、水のね、何、水の中に浮いてるゴミとか、その水の汚れを取ってくれなくなっちゃったので。もう雪の日は喜ぶでしょ。喜びます、喜ぶけどあんまり出さない。いや本当に出すと大変なことになるんです。もう体中に雪つけて帰ってくるからね。雪の塊、もう絶対それ寒いだろうっていう、雪のお洋服着てるくらいのレベルで雪つけて帰ってくるんで。そう、でも今年はね、桃梅プールしようと思ってて夏はだけど、そうプールをねしようかなと思って、桃梅用のプールを一つ買ったんです。もうすでに気が早いんですけど。ちょっとプールをねしようかなと思って、お外でできたらいいなって。水は嫌がらない。まあ少しやっぱりビビりなので嫌がるところはあるかもしれないけど、そんななんか深い水とかではなくって、まあなんか様子見つつ水の量増やしたり、まあ多分初めはね、足ちょっと浸かるくらいにして様子見て、大丈夫そうならばもうちょっとだけ増やしてあげてみたいな感じかな。
ルちゃんも入るん。いやそんななんか桃梅なの、あの2人だけなのでそんなサイズ買ってこなかったんで私は入らないです。焼けるし日焼けするし水着持ってないし、そう水着持ってないんです私持ってないので。水着しか持ってないよね。持ってないわ、びっくり。プールとかねしか入れないんで、あんまり、まあ、入れないわけではない入れないわけではないけど得意ではないので、まあ、行かないんですよね。そう小中もプール入ってないですし、私スクール水着でさえもう多分もう捨てちゃってる。その着れないから、もう誰も着ないし着れないから。そう入るにしても足だけか顔はつけない基本的に。トンカチ金槌な金槌な。比較別泳げないわけじゃない。なんか小1小2小3かなは入ってたんです。その時は 50m 泳ぎました、クロールで。でもそこからまあなんか日焼けするのが嫌だなとか、もともとなんかその塩素がねちょっと 目に痛くて、そうまああんまりプールもね日焼けするのも嫌だなっていうことで、それを理由に日焼け、まあ主に日焼けしたくないが理由ですけど、それで入らなくなった。うん、そうでこれもね何回か話してるんだけど、そう中学校はそのプールは入れない、まあ、事情とかで入れない人もいるので、そういう人はあのグラウンド10周プラス腹筋背筋100回ねっていう、はい、こういうことが起こりました。そんな理由で通用するんやな。まあ通用しましたね。うん、まあ、しかもともとね目があんまり良くなかったっていうのもあって通用しちゃいました通用しちゃいました。頑張れば入れるんですけど全然。それをしてたの、してました中学校の時は。毎回プールのたびに、まあ言うてそのグラウンド10周はできるんです、あの結構余裕でできるんですけど、腹筋背筋100回とかできなくて中途半端で終わってました。やってる途中にはい今日はもう終わりますみたいなことになってそう終了。真面目にやってる人あんまりいなかったけど、ギフトありがとうございます。ヒカはね真面目にやってた。そうそう割とねあの女の子やらない子多かったんですけど、そうグラウンド10周はするんです、みんなちゃんとするんですけど、腹筋背筋とかってできないじゃないですか、なかなか。そうだから走っても日焼けするでしょ。だから日焼け止め OK だったので日焼け止め塗ってました。プールとかも日焼け止めダメなんで、そうそこでもうがっつり日焼け止め塗って、その体育始まる10分前の10分の休憩の時にもうごってり日焼け止め塗って走ってましたね。うん、です。でもいましたよ、やっぱり入れない子、肌がちょっと荒れちゃうんですみたいな。そう肌がちょっと弱くてプールに入るとやっぱりエースって結構刺激あるもんなんですかね。そうちょっと荒れちゃって入れないですっていう子とかと一緒に毎回毎回実習走って、よし腹筋やるぞ背筋やるぞって言ってそうやってましたね。そう結構いろいろみんな事情はあって、そうなんかもう絶対入れない子いましたよ私の他に。同じ時にやってた子では一人いましたね。うん入れないんですっていう子、まあ、もう自分で腹筋やってる、あやってるやってる、ジムじゃなくとも家でもたまに腹筋鍛えてます。まあそんなねバキバキにはならないんですけど、そうプールって痛いんですよ本当に痛い痛いのよ
塩素がねすごいよね、消毒の匂い。そうでもなんか入ってみたいなっていうのはありますけど、入ってみたいなって、まあ、入ったことあるんでおかしい言い方だけど、そうなんか久しぶりにその何滑り台みたいなあるところとかあるじゃないですか、あそことかいいなーとか思いながらね行きたいなって。から腹筋何回できるの、あなんかねこういう腹筋じゃないんですよ、なんかその足を押さえてもらってとかではないんで、なんかみんなが思ってるやつは腹筋じゃないから、だからなんかその体力テストとかでやる腹筋だと何回できるか分かんないです。こういう人の匂いも苦手、あ分かる、すごい分かる、苦手でした。そして何よりびっちゃびちゃっていうね更衣室びちゃびちゃすごかった、物とか落とせないみたいな。まあね、そりゃそうだよねっていう。お、ちょっと待ってね。40分になったらランキングいきます。はい、40分になったらランキングいって45分に終わろうかな。そうバスタオル落としてみたいな、バスタオル落としてうわ濡れた汚れたみたいなね。そうしかもなんかそのプールの更衣室、あの私の学校行ってた学校はコンクリだったんです。そうコンクリでなんかそうだったので、まあちょっと汚れたみたいなことはあった。ニフトありがとうございます。でもプールか行きたいなープールか行きたいなー。てかね海も行ったことないんですよ、ちゃんと入ったことなくて。あスノコあります、スノコあるんですけど、それもやっぱりみんな濡れた足とかで上がっちゃうんでびちゃびちゃなんです。そうやっぱり濡れてます。タオルとかで拭いても多少はねやっぱり残るので、その髪の毛の水分とかが落ちてきて。そう海ね貝殻拾ったことしかない貝殻、貝殻をねなんか綺麗なのね拾ってましたね。あギフトありがとうございます。そう桜貝がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。あギフトありがとうございます。いいよね、なんかそのお店とかに桜貝のその瓶詰めっていうんですかみたいなのとかも売ってるんですけど、そうお兄ちゃんが持ってて一時期もうね大きくなってそれを久しぶりに見たら粉々でしたそうもうなんか桜貝って本当に割れやすいんですよ、薄いから。そうでやっぱりなんかね置いといてなんかいろいろね倒れたりとかしたんですかね。あギフトありがとうございます。そうなんか結構割れてた、粉々のくらいに本当に割れてて、今どうなったんだろうねそれ。そう能登の方だったかな。そうもうなんかそれも行ったのはあれ本当に小学校、ひかが小学校の時とかかな。うんでうんギフトありがとうございます。すとかだったので、桜がいて見たことない、調べてみ出るよ絶対。なんかねピンク色のねすごい可愛いんですよ桜貝は。そう超可愛いです。あギフトありがとうございます。
ね、都議の砂浜取れますね。そう、鑑賞用、なんか何かをするにしたら多分もろすぎちゃう、そうもろすぎちゃうかなって感じ。でも本当に綺麗なんで、氷川すごい好きでしたね。あ、ギフトありがとうございます、たくさんギフトが。うん、なんかぜひ石川来た時はその能登の方行ったらね、見られるのでぜひ。アクセとか作れないくらい、いや多分本当に作れない、めっちゃ薄いんですよ、薄くて穴開けたら多分ひび入っちゃうんじゃないですかね。どうなんだろう、桜貝で作れるもんなのかな。ヒカはね、ヒカが覚えてるのは本当にもろいっていう、結構割れちゃう。あ、でもね、なんか桜貝アクセサリーとかあるっぽい。あ、多分ね、こういうところお店のはね、ちゃんと多分加工されてみたいな感じ、まずその加工されて割れないように加工されてとかかな。うん、でも自分で作るには多分無理だね。ギフトありがとうございます。そう、あ、今日からね解除されましたね。ギフトありがとうございます。え、かわいいね桜貝。なんかね、鎌倉、神奈川の鎌倉市に桜貝アクセサリー専門ショップがあるんだって。今調べたら出てきた。めっちゃかわいい、おしゃれ、いいですねこういうの。ギフトありがとうございます。ホタテの貝。そう、鎌倉にあるみたい。なんかピアス、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、リング、まあ指輪だねかな。可愛いですね。ギフトありがとうございます。そう、綺麗な色なんで、すごいピンク色、綺麗な。こんばんは。いいね、欲しい、行ってみたいな。お店店舗ある、まあ、鎌倉って言ってけど店舗あるってことだよね。すごいこと言って。光ってエビは持ってる、もっ、あ、一つだけ持ってるけど、それ以外持ってないね。そう、なんか指輪ってあると すごい素敵だよね。ひか、なんかさ、付け方がいまいち分かんなくて自分ではなかなか買ってないんだけど、そう、欲しいなとは思ってます、ずっと。うん、思ってるんだけど、どうしたらいいんだろうっていうのがあって、うん。そう、ちょっと難しい。そう、ちょっとファッションに合わせられるかな。あ、ギフトありがとうございます。サイズどうなんだろうね。なんかしかそれ買ったと、あの、一つ持ってるのはピンキー？ピンキーって何？ピンキーってピンク？あ、ピンキーリング？あ、持ってない。何それ？初めて聞いた。ギフトありがとうございます。ごめん、本当に疎くて、なんかすごい、なんかつけてる人見るとすごい素敵だなとは思うんですけど。全然なんか自分ではもうどうしたらいいかさっぱりで。ギフトありがとうございます。
いや別に指輪が嫌いなわけではないんです。むしろなんかつけてたらすごい素敵だなって思うんです。ちょっといい大人感あ、私大人だなっていう感じが出ていいと思うんだけど、なんか自分で買う分にはどうしたらいいかがわからない。何指につけたい？まあでも人差し指かな、つけるなら一番。まあちょっとここにつけたらちょっとあれなのでちょっと問題なので、まあ人差し指かな。そう、人差し指、まあ真ん中くらい、あとはまあ小指か、この3本くらいかなと思ってる。うん、じゃあこっちだ。そう、こんばんは。うん、ね、素敵ですよね、やっぱ指輪つけてるかなって。しかも指輪つけてることによって絶対指が綺麗に見える。サイズ？何？サイズってどうやって測るの？なんかすごい恥ずかしいんだけど、指すごい太かったら嫌だな指太かったら嫌だな。またサイズ調べよう。しかも今度から買ってみよう、指輪サイズ。ところでドボ、あ、ごめん今日してない。近いうちにじゃあ渡します、ごめんなさい。待って、どうやって測るの？こうやってメジャーでこうやって測るの？待って、何センチか分かんない何センチか分かんない。待って、これでしょ？どこが1？待ってどこが0？ 1 2 2 3 4。何号？直径？待って、わかんないって。ねえ、わかんない。どうしたらいいの？ゆうとありがとうございます。どうやったらわかる？あ、測り方、指輪、ちょっと。指輪のサイズの測り方。直径って何？指の直径ってどういうこと？糸？糸持ってくればいい？ちょっと待って、40分に終わりますとか言ったら全然終わってない、いいや。いろいろパニック状態。いってて。あ、ギフトありがとうございます。すいません。なんか誰か来た気がするんだけど。これは7号。ねえ、やだ。なんかそれ入んなかったらやじゃん。やめて。
入れたら入らなく、あのなんか出なくなりそうで怖い。7か8、なんかね、ちょっと関節がさちょっとだけ出てるじゃん、だからなんか関節から出なくなりそう。ここはね多分7でいけそうな、8くらいかな、8かな、ありがとう、8かな、8か9かなどっちだろうな。ギフトありがとうございます。梅ちゃんバジュルありがとうって、バジュルありがとう。8、8、9、9、9だったらど、それよりちょっと大きい、うん、何ミリぐらい大きい、こんな何指、あ、ね今人差し指でやった、9、なんか余裕持って9くらいの方がいいのかなって思ってる言うとありがとうございます。かな、8と9でどのくらい違う、わかんない、そう余裕持ってなんか9とかの方がいいのかなって。一応7号ね、あのここま、ここ入ったんです。でもなんかこれ以上入れちゃうとなんか関節のところから出なくなりそうで怖かった、からまあ8か9なのかなって思ってる。今度買うとき参考にしよう。なんかさ指輪ってさなんか一回つけないじゃないですか、やっぱりサイズに合うか。でも出なかった時がすっごい怖くない？てかさ関節が少し太いんです、ここ、こことかより、ここより少し関節が太いんで、なんかここ入ったはいいけどここから出ないみたいなことが起こったら怖いなっていうそう。あ、ギフトありがとうございますね、っていうことがね起きそうなんだか9くらいがねいいのかな。うん、抜けなくなった時の裏技お母ちゃん知ってるはず。え、なんで、なんでなんで。ギフトありがとうございます。すごい延長してる。10時までやっちゃおっか今日は全然なんか終わりはなんかここまでに終わらなきゃいけないみたいなことはないんで10時までやっちゃおう。10時になったらランキングいこう。すっごい怖いんです石鹸なの？石鹸で抜けんの？あ、じゃあ安心だね。まあ8か9です。じゃあ多分このこっち、なんかこの右手とかのその薬指だとあの8でいける。まあ7でもいけそうな感じはあるけど関節次第。関節のなんで日かこんなに関節太いの、ここわかる？関節だけちょっとやっぱり出てるんですよ、ここ。すっごい嫌だ。少しだけね関節出てるよね。そして指の形がちょっと曲がってるっていう。ここがね曲がってるんです、指ひか。指ポキポキはねしたことない。なんか自分からポキポキはしたことなくて、なんかパンチしたって、パンチじゃないな、そのパンチしたりって怖い。ボクシングからパンチが出てきちゃったあのその何こうやってやってグーにした時に怖いんだけど、自分でなんで今パンチって言ったの。グーにした時にそうグーにした時にそのポキっていうのはあるけど、折れたこともないです。全然ひか本当にね大きい怪我したことなくて、多分ね今までで一番大きい怪我ってあれですね、あの劇場の時の肩の捻挫くらい、そうこの前話してた肩の捻挫くらいです。うん、 それ以外はまあ
多少なんかその膝が痛いとかはあったけど、そんな大きい怪我はなかったですね。うん、なんかもともと体が丈夫みたいで体はすごく丈夫みたいで、そうお姉ちゃんとかはね割とあったんですけど、膝のねお皿がずれたって言ってすっごい怖いこと言ってんなと思って、こんな感じでね、まあ引かなっちゃう。少し人より指が長いのが自慢ですと思ってたんだけどって思ってたんだけど、なんかハッツとあんまり変わらなくてちょっとショックでした。8号でちょい緩いくらいか、どうなんだろう。なんか7号でまあなんか普通に関節は通りました。全然普通にこっちの関節、こっちの指の関節は通りました。だからまあ7、まあ8号かな、8号か9号、8かな、 8かな。地下球どっちかですね。まあ緩かったらね、なんかつける場所を変えればそういけそうな感じはする。小指はねもっと細いし、かそう小指一番やっぱり細いよね。小指は細いかも、ひか指ほらここはねちょっとムチッとしてるんですけどちょっとムチッとしてるんですけど、緩いと抜けちゃう。じゃあ8がいいのかな。んーでもなんか本当に抜けなくなるっていうのはなんか抜く方法があったとしても怖いので、すごいね、なんでみんな見ただけでさこのくらいかなとか言ってるの、すごいなみんな。血管この辺りすごい、ひかさここの骨格出てる人すごい好きなんだよね。少しもうちょっと出たいなもうちょっと出たいな。そうヒカの指輪のイメージ、本当に下手すると抜けなくなるものですのでそうだからなんかなかなか挑戦できずにいるっていう。なんかヒカが一つ持ってるやつはもう本当に誰よっぽどのことがなければ大体なんか入るっていうものなので、ブレスレットは持ってたよね。ブレスレットを、あ、持ってます持ってます持ってます。何個だろう、3つくらいあるかな。うん、そうそうね、ブレスレットもね、なんか最近ねあれなんですよ、太めのブレスレットってあるじゃないですか、なんかそのお洋服屋さんに売ってるやつとか、そうああいうのをね1個買おうかなと思ってて。そうね、リングになってないやつもありますよね、なんかちょっと間が空いててみたいな、あれだと安心だね。いやでもリングは憧れだよ、憧れだよ。持ってなかった？普通のブレスレットはあります。なんかそのなんか細いなんかちょっとチェーンっていうか、なんかそのバングルっていうんですか？バングルかな？まあブレスレットではないよね、バングルったら。そうなんか太めのバングルがねすごい最近買おうかなーって。そう太めのバングルは私持ってなくて、ずっとなんて言うんでしょう、ドラマでその高悦ガールってあったじゃないですか、その石原さとみさん主演のドラマがあったじゃないですか。その石原さとみさんがめちゃめちゃねすっごいおしゃれだったじゃないですか、すっごいおしゃれで、なんかその時に確か太めのバングルを見てめっちゃ可愛いと思って、それからなんかやっぱり太めのバングル見るたびに
あ、可愛いなと思って、そうずっと買おうか迷って、でもなんかなかなかねお店になかったりするので、うん、そう、でもなんか最近ちょっと どこだっけのどっかで見かけてなんか買おうかなと思って、なんか腕に、あ、なんか虫に刺されたっぽい、嫌だ、トゲトゲのやつではないトゲトゲのやつではないですね。なんかその皮ではないけど、皮って言ったらいいのかな、なんか本物の皮ではないと思うんだけど、そのちょっと皮みたいなちょっと太めのがあるんです今。そう、ちょっとなんかベルトみたいになってる、そうこのベルトみたいになってるのがあるんですよ。そのベルトのなんかその なんていうんですか、留め金、ね、なんていうの、なんか穴になんか通してってやるところがあるじゃないですか。あそこみたいな形になってるやつとかがあって可愛いなと思って。あ、ハートありがとうございます。何、メリケンサック、メリケンサックってあれだよね、なんかこの辺につけるやつじゃなかったっけ、でこれでパーンするんでしょ、めちゃめちゃ痛いやつでしょめっちゃ痛いやつでしょ。赤いの持ってる、お、いいね。そう、ずっとねやっぱり可愛いなと思い続けてずっと飼ってないってありますよね。そういうの可愛いなと思いつつ、なんか飼うまでにはまだ至ってないみたいな、そう人結構あるんです。よくご存知で。うん、メリケンサックはよく聞かない、よく聞いてたらダメだなよく聞いてたらあれだけど、なんか見ません、なんかで、なんか見ません、なんて言ったらいいんだろうね、ヒカがつけたら似合いそうなやつね、似合わないんじゃないかな、もうそんな私なんかね全然似合わないんで、うんサバゲーは めっちゃやりたいんです。あの本当にシュッパパッタッやりたくて、そうやってみたいね、ヒカもよく見るって言って、いやよくは見ないなと思ったよ、言い間違いだよえ、本当にでもサバゲはでも本当にやりたくて、なんかお母ちゃんが一回ちょっとしたことあるらしくて、若い時に、そうちょっとしたことあるって言ってた気がする、うん、でさ、なんかそういう漫画を見たことあるんです、サバゲーのね、そう見たことがあって、それを見て、あ楽しそう、いいなと思って、なんかカスタマイズしてみたいなあるじゃないですか自分で、そういいなと思って、お、ジュージありがとうございます、教えてくれて、はい、ということでランキングいきます。そうすごい楽しいよって言ってた。13位食べられま船長さん、12位ラクラクさん、11位プリーツアットヒカチューブさん、10位サルキチアットヒカチューブさん、9位谷口ひろきさん、8位ユーアットズッキーの8003組さん、7位トシーベビースターマンさん、6位 WY アット影の守護神さん、5位サトちゃん、4位谷中ひなたももるアットヒカチューブ過去ヒカルに会いたい会いたいさん、3位のたさん、2位ユータアットヒカチューブさん、1位カーナ書き取り連合書き取りかアットトゥースさんです、ありがとうございます。はい、ということでギフトいきます。次ゆうちゃんさん、ラブカーナさん、ゆうたさん、うん、なたさん、下いきますよ、下いきます、下いきます、
下行きますね。ですね、多分呼ばれてない方たくさんいると思います。あの呼ばれてない方、挙手お願いします。挙手お願いします。みんな挙手するの好きでしょごめんね、ちょっと本当に全部あの映ってないので。かぼちゃ先生、藤ピーズカさん、ヒカチューブのミケ、サルキチさん、シノさん、竹内健介さん、海ハイパーさん、プリーツさん、呼ばれました、ありがとうございます、ありがとうございますフ呼ばれてない方いませんか？2回目の人はダメです。まあダメではないんですけどないんですけど、バレてない方いなそうですね。はい、大丈夫そうなので、じゃあ終わりたいと思います。ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします。はいはい、ということで本当に見に来てくださってありがとうございました。それでは終わります。またね、おやすみ、ゆっくり休んでね。明日も頑張りましょう。ふう、おやすみ。甘いものが食べたい。急に。またねー。